はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はシラス投手で、幸子さんを使ってやっていきたいと思います。で、幸子さんはね、前回のガチャで手に入れることができなかったのでお借りしてます。で、幸子さんを見てみると、守備位置はね、キャッチャーなんですけれども、得意練習としてスタミナが、ついてますので、シラスのね、永久機関として使用することができます。で、ただ元がキャッチャーなんで、テーブルにはスタミナアップがついてないので、実際に投手で使おうとするとそこが微妙というところはあるんですけれども、シラスで使う分にはそこまで気にしなくていいのかなよくわかんないけど。で、テーブルとしては多分ね、3本松と同じテーブルかな。筋力がね、めちゃくちゃ稼げる、テーブルとなってます。タック自体は50なんですけれども、固有で20つくので70の筋力ボーナスに筋力ボーナスみたいな、そんな感じになってます。で、あとはシラスなんでね、割と能力の低い系の女の子キャラを混ぜてきてます。彼女枠はルナちゃんで、変化球で野球マン1号 と、立川、ルナちゃんもね、変化球で、野五郎くんは変化球のコツが永遠に指導できるので入れてきてます。で、風薙くんは永久機関用ですね。で、永久機関、まともざわもいるんですけれども、永久機関はちょっとコツをつかんだ時にね、経験点が少ないので、あんまり入れすぎるのもね、どうかなと思ってるんで、今回はこんな編成にしてます。で、野球マン1号が変幻自在になりますので、ルナちゃんは風薙くんのね、敏捷ポイントを利用して走者釘付けを取っていきます。なので立川もクイックのコツを、1でもらっていきます。こんな感じでやっていきましょう。全然関係ないんだけど、たまたまね、名字がね、海野になってます。ただ幸子さんもちろん今高校生なんで、結婚する前の旧姓なんで高木なんですけど、いやー、幸子さんね、彼女にしたかったよね。彼女にして、なんていうの、あんまり表現は良くないけど寝取りエンディングみたいな、やりたかったね。野五郎くん、球速とかに来たら多分指導は無理だよね。で、幸子さん早速来てるね。まだ何にも取れないよね。で、本当はシラスでやるときはね、彼女枠はクライエさんが良かったんですけど、クライエさんも持ってないんで2人とも入れることはできないですね。ただ今回風薙がねプラ3になってるんで、風薙を自前で入れられるっていうのが結構でかいかな。幸子さんまた来てるね。ただちょっとここはさすがに無理。カロリーバーを持ってきてるんだけど、カロリーバーを使うほどの案件ではないよね。まだ休もう。風薙もね、何回も言うけど、本当はプラ5がやっぱりいいよね、技術ポイントという点では。ルナちゃんがいないな。ルナちゃんがいないんで、変化球練習で評価を上げていきましょう。ちょっと見る？グエーって海野くん海野くんって言われるとさ、すげえ違和感があるな。お姫様だっこのちょ、妄想ができるけど、ルナちゃんはもう乗ったか。風薙リリースとかそろそろ潰していきたいけど、牽制もな、敏捷ポイント使うからな。あんまり敏捷ポイント使いたくないんだよね。ここはルナちゃんの評価上げつつ、野球マン1号、お、来たね。5億円俺が出す。もう俺何億円出してんのこいつらに。イベントで、あ、そっか、ここではあんまり見れないのか。一応なんかマークつけられるようになったじゃないですか。でね、その前イベのマークと後イベのマークをね、なんか分けた気がするんですけど、それはここでは反映されないんだね。スタミナの五郎くん、これ無理だな。無理だけどコツをもらっておきますか。力の評価も上げられるんで。タイピン、タイピンは重要だからね。ちょっと待って、心と体にパワーを充電。そうだ、
この人イベントが分かんないからちょっと調べないと。サクスペの幸子さんとで心とパワー充電、これが金徳、心もパワーも足りてない。よろしくお願いします。これで続いていくみたいですね。とりあえずお願いして終わりか。でここはどうしようか、まあ、コツをもらっていきますか。伸びコツ、11%か。これはやりたいね、通したいね。カロリーバーを使うほどのあれではないからな。幸子さんお願いします、指導。 OK、 カチューンカチューンとか潰しておくべきだったよね。でここはもう少し練習しようにしてクイックと。あ、そうそうそう、で幸子さんは金徳は投手の場合は超尻上がりですね。野球マンか、まあ、これも使う案件ではないからな。一回デートしておく。ルナちゃんはねちょっと回復が少ないっていうところがね厳しいよね。一回しかないんで回復が。でここら辺も別にルナちゃんの評価が上がるわけではないんで、上はむしろ下がるからね。でまあ、メンタルに来てればよかったけど、もうデート2回目も進めちゃいましょう。ここで思いっきり回復するんで。ここら辺のね調整がうまくいけば経験点はねめちゃくちゃくれるキャラなんで、病院へ行ってもらおう。ここは一番弱いやつ、自分が出るのか。そういえば少し能力上げてく。いいやつになった、やったぜ。とはいえやっぱりここら辺は取ってきて、カチューンは取るでしょ。バント封じも取っておきたいよね。敏捷ちょっと使うとはいえ、あとはリリースか。リリース取って玉持ちは結構使うからね、全体的に玉持ち使うからね。ポーカーフェイスはなもういらないから置いておきたい。来たら来たでしょうがない。でタックどちら、風投げか。これはこっちだね。早い段階でねいいやつ取れるとだいぶ楽になるからね。葵ちゃんはね本当にイベントが微妙だよね。変化球1個覚えとく変化球なしで挑むとか、まあ、フォークかな。フォークとかカーブとかばっかり取るかな俺。あんまりなんていうの、その特殊な変化球はなんとなく取らないですね。変化量的にね割とパームを覚えてる人も多いんですけどね、パワチャレで対戦してると、まあ、確かに打ちにくいものではある。ここどうしよっかな、特に何にもないし、練習しちゃうと次練習できないからデート消化しておきましょう。3回目、フォーク覚えたからね、フォークでなんとかするしかない。フォークで攻める、まあ、ルナちゃん自体はね別に打撃能力そんな高いわけじゃないからね、基本は勝てる、基本はねたまにそれは負けるけど、今のところ9割が勝ってるから、今の振ってくれればな、すげえ助かったんだけどな。 OK、 いや9割が勝っていうかもっと勝ってるね多分。
結構タイピンをくれるのもいいよね。で敏捷ポイントもらうでしょ。風なぎの敏捷ポイントはねマジで役立つ。でコントロール42ならいけんな。球速葵ちゃんか。葵ちゃん乗ってないな、まあ、ただタックもあるし、ここはコントロール上げていきましょう。ちなみにのごろくんってさ、コントロールいいの？今わかんないんだけど能力値的なものがわかんないんだけど、コントロール C か。あ、悪くはないんだ。球速が速いからね、なんかどうしてもコントロール悪いんじゃないかって思っちゃうけど、そんなことなかったね。根性、総合力は D になったけどな。ここがやっぱりね、クライエさんがいないところのきつさだよね。いやマジでやることねえな。デートとか余裕で消化しちゃうんじゃないか年内に。まあ、ここら辺は勝手に進んでいくんでね、まあ、評価も上がっていくし、 8% これは乗せたい。頼む、割と厳しいことやってんね。幸子さん逃げ玉、逃げ玉も結構技術使うんだよね。でこれは別に続ける必要はあんまりないんで、まあ、慎重盗塁ではありますけど。あー、ここかー、なんかやりてえなー。1個食っちゃうか。食おう、食おうじゃなくてやろうだ、食ってやろう。手応え、手応えも若干敏捷を使うものなんで。ここどうする妄想する。ただ風投げの妄想とかな、どうなんだろう。前指は全然消化できるからね。まずはクイックがどこまでいけるか、結構厳しいな。やむな、もう一回寝ちゃうか。で12月3週練習してクリスマスで、ここはここはどうしよう。野球が上手くなりたい。そこからの野五郎くん、いいね。野五郎くんのこの変化球指導、俺の指導力がなさすぎて。あ、根性もう使おう。あ、ちょっと待って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 、あんま見てないけどいっか。米俵担いでなんかやったんね。え、どういうことなんかすげえきついことしてそうなんだけど。体力は減るのか。27 13 13、ここは走ろう。普通にもう葵ちゃんはね怪我しにくさ。イベントは終わっちゃったんだけど、で緩急と、お、いいねいいね。立川か。立川は結構増えるからね。ちょっと待ってね、取らなきゃいけないもの、牽制とかどうしよう。いやきつい、使いたくはない。敏捷ポイント、逃げ玉か。いいや、取っちゃおう。手応えも4だからな。大丈夫か。まあ、最悪守備練やればいいからね。対強打者、ルナちゃんに関しては大強が出なければ何でもいい。入ってたもうマジで出るよね。なんなのこのルナちゃん大強率130か。下に合わせれば大丈夫なはずだったから、やろう。五郎くん、五郎くんっていうか指導は立川だけど。重い球、重い球はもう2で掴むでしょ。また体力が削られていくね。んー、ダブルタックかー。 63%、 いや無理だなー。ゲー
トリプルとかだったらね、やっぱり考えたけど、カロリーバーを。よし、敏捷をゲットして14か。まあ、ルナちゃんとか別にもう上げる必要ないからな。これでいこう。でもうなんかよく忘れるんだよね、これ上か下かどっちか。走者釘付けは上だね。まあ、でも敏捷40入るからね。あ、女子会幸子会に行ってみる。これは通常イベントか。参加するか参加しないか。参加するとモテモテ、まあ、モテモテはいらないで、参加しない、あ違う、参加するでモテモテ大食いチャレンジ2つあるみたいだね。で参加しないと技術精神やる気、いや参加しようで、キャピキャピしてキャピキャピはしてる。野球好き女子の集まり、筋肉見せてくれないってあ、これは何、2つに分かれるのかな。モテモテのケースと大食いチャレンジになるケースで分かんねえわなんかで、これもちょっと勝ちやすさでいこう。でルナちゃん、ちょ待ってね、走者釘付けをまず確保しよう。いけるね、あ余裕だ。そこからの打球反応じゃなくて、俺的には、あ手応えはもう取ったのか、手応え先に取っておこうと思ったけど取ってあったね。じゃあ打球反応で少し能力を揃えていく、まあ、スタミナはいいだな。で D で140にしておく。で変化球は、まあ、1方向伸ばしていこう。でルナちゃん技術ちょうどゼロになってた。要所点を取ってくれるね点を取られてるけど、よし総合力 C げ、これはうお不眠症になりやがった。無理だ、ちょっと寝たくない寝たくないよ。ラブパワーとかがないからね、この編成だと。ただタックが来てるときはやっておきたいよね。まあ、本物のまっすぐ、これは普通に9位にしましょう。重い球、あそっか、これで重い球取ればよかったのか。でスタミナ、あれスタミナ結構伸びるね。さすがに幸子さんの筋力ボーナスがすげえな。まあ、野球マン1号もねやる気 150% あるしね。ただここはちょっとタッチでいこう。あ重い球潰してない、大丈夫なはず、順応 OK で葵ちゃん終わりと。ここで体力が減らないのはまあいいよね。葵ちゃんの評価とかここまでくれば全然気にしなくていいし。で重い球だね、取っておきましょう。緩急どうしよっかな、変幻自在が3でつかめたからな、まあ、その前にお出かけして通院しよう。もう通院で直す OK で風投げいいね。ちょっと技術不足してるからねやっぱり。ポーカーフェイスか、もういらない。あれこいつ敏捷くれんの、あ違う違う違う、たまたま守備連のあれだったのか。そうだね、守備が上がってるから。そして一番下にカーソルが合ってたからちょっと危なかったな。
さて特にここもやるもんがなくなってしまったな。かといってチームメイトの妄想してもね、まあ、精神でも減っときますか。イベントは普通に完走できるはずなんで、その総合評価を上げるために妄想やるっていうのは悪くないと思うんだよね。やることないときは、まあ、2回くらいだったらいいと思う。ゲー打たれた。幸子さんの妄想は特にいらない。守備は上げたくないよね。立川のコツか、まあ、普通にもらっておくか。対強打者、対強打者はもうこれで潰しますか。でここで3回目筋トレのおかげ、投手だと先制ストライクになっちゃうんで、下にして充電のおかげ、これで超尻上がり、まあ、成功失敗はありますね。充電のおかげ、フォアボール、あこれでもう終わりか。これ多分フォアボールじゃないといいのか。コントロール、これも回復イベントだよね。ありがたいありがたい。からのこれはメンタル、幸子さんなんか潰さなきゃいけないのはあったかな。牽制か、牽制潰しとこう。ポーカーフェイスね、どうしよっかな。まあポイント的には大したことないからな、潰しておくのもありだよな。尻上がり、ちょっと尻上がりって最後ルダちゃんがくれるんだっけ、よく忘れるけど。要所、あ復活はもう特にないから掴んでおこう。順の2か、ちょっと重いっちゃ重いな。うん、まあいいや。シラスはねやっぱりもうどれだけコツをつかめるかっていうのがポイントになるからね。キレ、OK、タッチの妄想か、タッチの妄想はやることがまたなくなってきた。やることがないからメンタルやろう。このねイベントもどうなのっていう、ダンジョン D、あれこれってさどうなるとどうなるの、これもう分かんないんだよね。打たれ強さ、変化球はワンタックなので風薙のメンタルでいこう。先制ストライク、でそうか、超尻上がりを取る関係上多少のスタミナは欲しいよな。先発にしたいからね。打たれ強さはまあ5になってるからいいか、とりあえず1だけ取っておこう。で先制ストライクは軽いから取っておくでしょ。球持ちね、重いよなやっぱり。キレも取っておこう。で変化球、まあ、今回まあ普通に2球種を伸ばしていく感じにします。多分そんなに変化球稼げないと思うんで、点は取ってくれる。なんかどんだけ取られてんだ俺。自責点いくつよ、3。げなんか来た。もうこれは普通にいいでしょ、元気になりたいで。そこからの守備、風薙、クロファイ、よし29だからね経験点が。技術欲しいな。精密機械も直撮りしようとすると若干厳しいからね。やることないもん、一応 A まで持ってきたい。これって体力は回復しないよね。タック、
スタミナか。いやー、どっちも足りないんだよな。まあ引っかけにしよう。スタミナが直に上がらないからね、幸子さんは。マグロフォローだっけ。これで体力回復。結局体力を減らされた。変化球、ワンタック、野球マン。さすがに稼げる。ここはどうする。 8% 乗せよう。これちなみにワンタックか。じゃあこっち、ルナちゃんって結構球速上がってないか。球持ちをゲットしたからね、取りに行こう。これ回復してくれるんだよね。で変化球、幸子さんもうないんだっけ。あるか。6月2週ね、微妙な時期だよね。結局使わないっていうのが一番もったいないからね。玉持ちを取りましょう。どうしようかな、幸子さんか。ちょっと一回妄想しよう。さてこっから、こっちの方がいいね。ダブルタック、できれば低めが欲しい。球速安定。これは上、下は体力が減るんだよね。スタミナか。ノーロ君めちゃくちゃめちゃくちゃコントロールいいなこいつ。悩む、悩みまするね。球速、あ、黒ファイも取っておくか。で球速安定も取るでしょ。球速安定って微妙に敏捷ポイント使うんだ。内角とかさ、直撮りしてもいいレベルだと思うんだよね。どうするよこれ。カロリーバー残しておきたいんだよな、まだ1個。まあしょうがない、普通に回復しよう。これは何、サメ。敏捷が手に入った。ルナちゃん、ダブルタックだったらこっちに行ったかもしれないんだけど、ワンタックなんで青骨に行きましょう。アウトロー。さてこっから試合だね。スタミナか、ちょっと C は欲しい。やっぱりコントロールも C 欲しい。球速に持ってけるあれがないな。変化球2球種欲しいね。まあ、何にしようかな。スライダーにする。あと試合はね、もう本当にめっちゃサクッといきましょう。めっちゃサクッと。よし、まあ、キャッチャーは赤原だったね。まあ、幸子さんキャッチャー丸とか持ってないからね、赤原の方がいいんだけど。ここはどうする。ワンタック、幸子さんやっぱ結構来るね。幸子さんって別にコツアップとか持ってないよね。一般兵にスリーラン打たれたんだけど、まあ、点を取ってくれたからさよかったけど、まあ、でも40ポイントはくれるか。変化球、おお、いいね、これやろう。
ここもな強いからな。早かった、やったぜ。こういうの超楽だよな。1回しか持ってこなかったし。40、ここは40が満点か。のぼろくんのとこまで届かないよこれ。どうしようかな、総合力がなんか微妙だな。ちょっと一回戻しよう。そして波動か。変化球はスライダーが4にできるね。球速もうちょっと上げたいんだよな。145。よし、ここもまあまあまあ楽に終わったな。あとはどこまで伸ばせるか。これは幸子さんでいきますか。で次はもうカドリーバー食って結構ここに来て爆弾回低め、ありがたい。ここでの低めはマジでありがたい。ではではでは、緩急取ろう。もういいや。で低め取って精密機械、怪物球威取って、技術が完全になくなったな。7失点したけどなんとか勝った。だからピッチャーはね嫌なのよ。ほんと点取られる、激評価下がってるしほんと点取られるからね。カロリー5。変化球やっときましょう。とにかく敵が強すぎるんだよ。最後に逆転された最後投げた、俺投げてないよね。実績点1だもん。もうちょっと先発にならざるを得ないよね。超仕上がりを持ってるから。ここで仕上がりもらえるのでかいな。これ A になってないから、あクロスキャノンだった。とりあえず A になったのか、ギリギリ。違う違う、総合点が A になってないから経験点がもらえなかったんだよ。やっぱりな、なぎちゃん欲しいよな。1ずつ取っとこう。で、クロスキャノン取って取れるか、調子で上がり取れるわ。で、変化球取って、技術が全くないな、スタミナ上げとこう。B まで行く、OK。まあ、なんとも、あれなんかある変幻自在取れねえじゃねえかよ。ちょっと待って、一回全キャンセルして、まずは金徳を最優先。変幻自在の超尻上がりのクロスキャノンで、そこから変化球ポイント余ってるから変化球でスタミナと。タイピンとかが取れなくなるのか。そうすると、まあ、これ取っておいて、であとは上げられ、ちょっと臨床ポイントも余ってるなでももう敏捷ポイントを使うやつは無理なんだよね。技術がそもそもないから。
足早くしてもしょうがないしな。まあこれは余らせておこう。スタミナを上げていきますか。まあそうだね、まあなんともちょっと俺はちょっと知らすね。やっぱりなぎちゃんと永久期間をこううまく揃えないとね、うまくできないんで、まあこんな感じですけれども、まあ、幸子さん一応シラスのピッチャー永久期間としてはまあまあかな。これでね本当にスタミナがプラスされればすんげえ使えるキャラだと思うんですけど、まあやっぱりねキャッチャーなんでね、テーブルにスタミナプラスはつかないのはしょうがないんですけれども、まあシラスで結構、優秀なキャラだとは思います。まあ次は野手で、まあ、どっかで使っていこうかなと思ってますので、まあ良ければまた見に来てください。じゃあ今日はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。